おいし、それじゃあ。ね、こんなさ、こんなところ絶対動物入れんくない？皆さん、おはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は2020年6月25日木曜日の午前 9時58分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日のお料理番組どなたかご覧になりました？あの特製肉じゃが本当に美味しそうでした。私も近々作ってみるつもりです。お、いいね、肉じゃが。もうずっと食べてないけど。あ、私言ったら個人的なテレビの感想なんて、すみません。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃ雨だ。すごいな、バラがやばいね。スマホが鳴っている。もしもし、こちらはたぬき商店のつぶきちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金、12,884 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。めっちゃ爽やかな格好をしてるけども、結構な雨だね。え、現実でもね、今日はね、結構雨降ってるんだな。今日はあっという間に見つかった。これを拾った運命の人へ。いつものダンスレッスンで超テンション上がってる時に、ふと DIY のレシピを思いついたの。独り占めするのはもったいないから、瓶に詰めて拡散。作ったらみんなに自慢して。運命感じた？タンタンより。パンダか。ハンギングテラリウム。ハンギングテラリウム？どんな感じ？絶対可愛いと思う。これや、かわいい。いいね、いいね。ハンギングテラリウム。よきよき。雑草もいっぱい私、収納のとこに持っとるし、鉄鉱石もある。よき。飾ろうっと。やっほー。あら、ごきげんようなのだわ。おしゃべりしよう。今日のアイラ島も素敵ね。潮の香りで心が満たされるわ、なのだわ。なんでバッタは普通に飛びよんやろうね。蝶々とかは全く飛びよらんというのに、雨の時。お、レイジ。アイナさんいらっしゃい。今日も来てくれてありがとね。今日のおすすめはアジサイだよ。あ、そっか、アジサイ。ちょうど今の季節に綺麗なお花を咲かせるから、ぜひ植えてみてね。それで今日はどんなご用？あー、じゃあ買おうかな。今日はこんなないや種を持ってきたよ。かわいい。アジサイ。じゃあちょっと5個ずつぐらい、買いましょうかね。はい、買いまーす。わーい、ありがとう。いえいえ。この辺は季節が過ぎたら普通になんかさ、そのまんまこう掘り起こして持っておくことはできるのかしら。それやったらね、ちょいちょいこう、植え替えてとかしたら綺麗そうやけど、そん時、やり直さんといかんのかな、全部。まあ確かに今ただの草やもんね。ただの葉っぱの塊って感じ。それじゃあちょっと一旦、たぬき商店で売りさばいてきます。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店へようこそ、ようこそ。どうもどうも。アイナさんいらっしゃいませ、ませ。今日はどうなさいましたか？とりあえず今日の株価は？ただいまの株価、おー、130ベル結構上がったね。でもまあ今日がまだ木曜日。粘るか？他にも何かお伺いいたしましょうか？しようか？とりあえず買い取りで、じゃ化石を。この化石3つほどをお願いします。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計6000ベルのお買い取りでいかがでしょうか。売っちゃいます。ありがとうございました。マスター。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。よし、オッケー。今回は特に、ないね。なんか、持っとるもんがいっぱいって感じ。ありがとうございました。マスター。そしてちょっと今日はね、スマホのリメイクので、マイレザーを作ってくれたらしいんで、ちょっとそれをやっていきたいんやけど、
あのスマホリメイクのやつを交換すればいいんかな。ここで、タヌキ開発マルチメディア端末タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。7日以上連続ボーナス300マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。さあ、てことで、タヌキマイル交換。ここで、多分これ?スマホケースリメイクキット。多分マイレザーあったよね、これで。スマホケースリメイクキットは1800マイルになります。交換いたしますか?お願いします。商品の交換を受け付けました。商品は郵送でご自宅へお届けします。あ、そっか。今日中には届かんのか。なるほどね。ってことは、まあ、次回、そのリメイクをやっていくとしよう。鉄鋼、骸骨マス、ん?骸骨マイクか。マイクよね、今の。いやね、骸骨マスクかと思った。そんな恐ろしいものではないね。おいし、それじゃあ。ね、こんなさ、こんなところ絶対動物入れんくない?え、確実にもっとみんなでかいよね。今日はみんなあれ?在宅率が高いっすね。雨だから?そういうのもあるんかな?あ、遊びに来とる、シャンティ。やっほー。まあ、あなたもカジローさんに会いに来たの?私たち気が合うわね、だってば。話しに来たよ。アイナさんもカジローさんのお家によく遊びに来るの?だってば。まあ、ちょいちょい、何回か、DIY のレシピをもらったりはしたかな。遊びに来てくれてありがとな。今日は他のダチも来てんだが、気にせずのんびりしてってくれ。き。おしゃべりしよう。なんかみんなの交友関係がいまいちよくわからない。でもシャンティがいろんな子の家に行きよるのはなんかわかった。一番なんかフレンドリーな感じなんかな。前あれよね。誰やった?ルーシーのとこにおったよね。自然の中に身を置いて満天の星を眺めながら料理を作るのもキャンプの粋な楽しみ方だけどよ。ランタンがあればもっと楽しみ方の幅が広がる気がしてな。ただの気のせいかもしんねえけど。き。いや、ランタンがあるのはいいことだと思うよ。私が持っとるのはなんか、オレンジかなんかのランタンやった気がする。ニコニコだな。超ニコニコだな。ジロジロ見られてるのはどうも落ち着かねえもんだが、好きなだけゆっくりしてってくれ。ゆっくりしてってくれ。びっくりした。なんか手が一個多いかと思った。そんなことはなかったか。さあ、そして、アイダホ。なんか、ツンドラさんしかおらんくない外。ふふ。お、何か作っている。こんなものを作れるなんて、オイラって天才かもな。お前もそう思わないか?の心。あれ?なんかさ、前に飾っとった、お皿なくなったことない?そこにあったんかな、もしかして。何か作ってるの?へへ、聞いておどろけ。おいら今、蜂蜜のイカを作ってるところなんだ。何それ、可愛い気がする。筋トレしてたらビビってひらめいてさ、いても立ってもいられなくなって、こうして作ってるとこなんだ。おいらの最高傑作、蜂蜜のイカの作り方、お前も教えてほしいか?の心。教えて。あれよね、蜂の巣みたいな感じではないよね。蜂蜜って言えるし。私の中の想像はちょっと、ま、プーさんイメージな感じなんやけど、どんな感じかな?かわいいかな?ふんふん。蜂蜜のイカのレシピを覚えた。さあ、どんな感じか。でもなんか、蜂の巣に近い感じやね。思った感じではなかったけど、でも、まあ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 。あ、ここでまた蜂の巣が必要になってくるんか。なるほど。ってことは蜂蜜の壁とかもあるってことやね。なるほど、なるほど。良きだね。そして、ライオネル。やっほー。や、よく来てくれたね、まさしく。話しに来たよ。僕もこの島の一員として、みんなと仲良くなりたいと思ってるんだ。君のことも教えてくれないか?それじゃあ何を聞こうかな。アイナくんってさ、音楽を聴くならどんなジャンルが好きなんだい?まさしく。ん?ジャズ、サンバ、アニソン、それ以外、音楽は聴かない。え、普通に J-POP かな。
と、J、J-POP。間にハイフンいるっけ？あるんかな、ハイフンとか。ないか。あ、小さくなった。あ、ここにあるわ。J、POP。こんな感じか。OK。OK、J-POP だね。うん。なるほど、J-POP か。バッチリ覚えたよ、まさしく。君が好きだって言うなら僕も聞いてみたいな。もしかしたらハマっちゃうかもね。でもなんかこういう部屋やったら、もっとなんかゆったりしたものというか、そういうのが好きそうな気がする。これ鏡映るの？なんか模様ついてない。裏向いとんかな。置き鏡があると容姿ばかり気にかけて自己愛が強いって言われたりするけど、その通りさ。その通りなんかい。自分を愛せない限り、人を愛すことはできないからね。なんかこう、ちゃんとさ、その家具について喋ってくれるときと喋ってくれるときがあるけど、物によるんかな。なんかカジローは全然、あの洗濯セットに関係なかった気がする。はい、そして、あ、ここの二人はおらんのやね。あ、見落とすところだったよ。やっほー。あら、アイナさん、よ、お話ししよう。湿度が高いせいか、お家の本がふにゃふにゃになったんです。こんなことってあるんですね、よ。室内におってそうなるのは嫌やな。めっちゃ嫌やな。なんか、あの、ふにゃふにゃになった本ってさ、時間はかかるやろうけど、1ページ1ページ、間に、その乾いた紙を挟んどったら、元に戻るみたいなの聞いたことある気がするけど。ん？それでなんかせんといかんのやったっけ？挟むだけでよかったんかな？マミーさん。お邪魔します。どうも。あ、優雅だね。コーヒー飲んでる。アイナさん、雨に濡れませんでしたか？タフン。うん、びっしょびしょ。そのまんま入ってくるっていうね。おしゃべりしよう。私、こう見えてお部屋には結構こだわりがあるんです。どんなこだわりか見ただけで分かっていただけたら嬉しいです、たぶん。どんなこだわりかは分からんけど、まあ、うん、一番好きよ、私は。マミーさんのお部屋は。良きだと思います。マメイスって不思議と私の体型にフィットしてちょうどいいんですよ。え、マミーさんが座るの？これ子供用じゃなくて？え、びっくりなんだけど。ここに座って考えると、いい詩が思い浮かぶんです、たぶん。え、これは確実に子供が座ってると思ってたんだけど。マミーさん用だったのね。衝撃の真実だわ。そしてここにいない子たちは一体。あ。モニカは家にいるね。やっほー。アイナちゃん、遊びに来てくれてありがとね。あは。話しに来たよ。アイナちゃん、夏らしい着こなししてんじゃん。特にベルト付き水玉ワンピースが。夏のファッションって微妙にレベル高いし、あたいももっと勉強しなくっちゃ。あは。ことはモニカになんか可愛い服を着せようかしら。なんか、本読み出した。何の本それ。え、なんかダンベルとか、マッチョな男の人が映ったんやけど。なるほど。肉体改造に勤しむわけですね。もうめっちゃなんか、ストイックに頑張ってそう。お、もう終わったの、読書。おはよう、エナちゃん。朝から遊びに来てくれて、ほんとありがとう。あは。これもらって。え、あたいになんかくれるの？あは。まあ、ちょっと下半身なくなってしまうけど、ワイシャツだけやけん。どうや。え、前結びワイシャツ？これ、本当に値がもらっていいの？じゃあ早速着替えてみちゃおうかな。おぉ。シンプル。わー、やっぱいけてるよね。このカラーリングが最高。超気に入っちゃったよ。は。気に入ってくれたんならよかった。でもなんかあれだな、同系色になってしまったよな。椅子と同じ色だな。結構同系色になってしまったけん、やっぱ黄色とか緑とかそういう色の方が映えるかな、モニカは。また別の服用意してきとこう。
して女の子はやっぱりワンピースの方がいいかもね。男の子やったらあれやけど。あれ、シャンティ家に帰ってきた？お、ハンナちゃんがなんかあんなところで何やってんだ。もう帰ってきたんやね。おはようアイナさん。なんだか今日はいい日になりそうだわ。だってば、世間話でも。今度の土曜日は虫捕り大会ね。私、虫捕りってそんなに得意じゃないんだけど、できる限り頑張ってみるわ。だってば。私も頑張るよ。桜の枝って存在感があって素敵よね。お部屋に植物を飾ると、それだけで空間が完成したかのような満足感が得られると思わない？だってば。私も確か何かしら、飾っていたはず。多分。まだいた。ほら、何やってんの？ん、すごい雨ざらしだけど。ま、一応カッパ。おーす、アイラ、元気してる？だってね。なんか一心に雨を浴びてるね。お話ししよう。海の向こうに島影が見えるだろ？あっちの島にはどんな奴らが住んでるんだろうね。だってね。でも今は、あ、まあ、一応鍵は、あ、ほら、右端の方に見えるっちゃ見える。あっちにもかすかに見えるかな。なるほど、そういうのやっぱ気にするん。じゃあ、もうそろそろこの島を出て行こうと思って、みたいな話をしてくる人たちは、ああいうのを、別の島に行ってみたいってなったりするんか。そういうちょっと、好奇心というかね、良きだけども。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかちょっと思ってんやけどさ、住民に傘とか渡したら傘変えてくれたりとかするんかな。なんかちょっとね、シャンティにパンダの傘を渡したりとかしてみたいなって思うんやけど。